2022年、あなたを未知なる世界へ誘う映画バブル、ついに公開。じゃあね、またね。日本が世界に誇るアニメクリエイター、そして豪華声優陣が集結。圧巻のグラビティアクション。その見どころを紐解いていこう。今作の主題歌を担当するのは、若者から絶大な人気を誇るアーティストのイブとリリア。その2人を抜擢した荒木哲郎監督と、企画プロデュースの河村元気がイブとリリアの魅力を語る。まあ、この作品結構重厚な制作陣なんですけども、一方でどういうふうに、まあ、日本のみならず海外のティーンエイジャーだったりとか、まあ、ともつながれるかな。でリリアさんは TikTok から出てきた人だし、イブ君は YouTube から出てきた人だったりとかして、なんかそういう人たちがバブルというものをどういうふうに捉えて歌って音楽にしてくれるかなっていうのは、すごく興味がまずあったっていうところですね。呪術廻戦が決まって開花期間っていうのはとんでもない人になって、まあ、ラッキーだなと思いましたけどすごいなんかやっぱ親和性が高いなと思って、今回もやっぱり最初のデモ上がってきて、あ、もう完全に分かってくれてるなと思いながら聞きましたね。リリアに関しては、まあ、歌っていう人を演じてもらったんで、もう一個の物語が音楽で最後に進行するみたいなことをやれたら面白いんじゃないかなっていう、かなりな無茶ぶりをリリアさんにしたと記憶してますね、うん、エンディングは自分としては非常に肩の力抜けた仕事で、全く力まずに自然にこう出したあの感じだったんですけど、それは結構良かったですっていうか、うん、エンディング自分結構気に入ってて、すっごい満足度高めてくれてると思いますね。作品の満足度を高めてくれたというリリアのじゃあねまたね。ここからはエンディングテーマ、さらにヒロインの歌も務めたリリアと、主人公響を演じる志尊淳がじゃあねまたねの制作秘話を語る。じゃあねまたねは、その歌と響が現代に実際にいたらっていうのを想像して、その2人のやり取りとか今っぽい感じを想像して作りました。え、あれは自分で作ってるの？そうです、自分で。あの歌をえ、コードとかそのメロディーとかも全部作ってる？あ、そうです。すごいですよ。え、そういうのってさ、家で自分でやるの、それともスタジオとか入るの？家で最初作って、作ってこんな感じかなって言って作っていくんだそうです。え、何日もかけるの、それとも1日でバッて思い浮かぶの？あ、もう日によるんですけど、うん、この曲はもう1日でバッて。マジかよ短いすげえな。なんかあの映画の最後の余韻としてすごく残るというか、終わった後もリリアちゃんのじゃあねまたねがもうずっと頭にこびりつく感じがちなみに俺めっちゃあの歌口ずさんでますそろそろ現場が終わる時間だなって思ったらあの歌が思い浮かんでくるんですよね。じゃあねまたねなんでもうそろそろ帰りたいなっていう時にあの歌を流すっていうのが僕の周りでは定番になってます。素晴らしいですよね。そして今作で音楽を担当しているのは、荒木監督と数多くの作品でタッグを組んでいる沢野博之。今回沢野には荒木監督からこれまでとは違うある要望があったという。まあ、荒木監督から、まあ、基本的にはなんか話するときは荒木監督と話したりはしてるんですけれども、まあ、そうした部分でやっぱこれまでのその進撃やその川練りとかって、あのエンターテインメントっていう部分では同じなんですけれども、音楽としてはやっぱ感情じゃないですかね。なんか今までの荒木さんの作品はもちろん感情の面もあったんですけど、でもやっぱりそのアクションシーンとかをどれだけそのヒロイックだったり躍動感あるように見せるかっていうところだったり、まあ感動する部分もどんだけ大げさに表現するかっていうふうにさしてたところを、もうちょっとそこをなんか、うん、内面に寄り添って感情がなんか感じられる2人のその歌と響きの、うん、気持ちとかにあの通ずるような音楽を作っていったって感じはしますけどもね。想像をはるかに超えたアクションと色彩渦巻く美しいアニメーション、その映像に命を吹き込んだ音楽にも注目。映画バブル、新たな映像体験をぜひ。